無敵になりたい。突然意味不明なことを言い出したわね、タヌキさん。僕これまで地上最強のタヌキになるためにいろいろトレーニングしてきたけど、パワーだけじゃなくてタフさも鍛えることが大切って気づいたんだ。どういうことなのよ。だってほら、仮に複数人に囲まれてやられそうになったとしても、どんなに殴られてもピンピンしてる無敵の能力を身につけたら最強じゃない？なるほど、確かに攻撃は最大の防御というし、逆に防御は最大の攻撃とも言えるから、どっちを鍛えても無敵に近づくことができそうね。というわけで今回は無敵すぎる能力を持った生き物について紹介するわ。無敵とは、相手になる敵がいないほど強いことを表す誰もが欲しがる能力。自然界には人間が到底かなわないような突出した能力を持つ無敵の生き物が数多く存在するわ。タヌキさんも無敵に憧れているなら、そんな生き物から学べることもたくさんあるはずよ。いろいろとヒントを学びたい。今回は向かうところ敵なしな、いろんな意味で無敵な生き物たちを紹介していくわ。まず最初に紹介するのは、耐性能力が無敵な生き物、裸デバネズミよ。こんなブチャイクな毛のないネズミが無敵？裸デバネズミは、デバネズミ科に分類されるサハラ砂漠以南のアフリカなどに生息する齧歯類で、名前の通り、全く毛がなく、ピンク色の皮膚と前歯がむき出しになったネズミよ。彼らは普通のネズミと違い、モグラのように地下で長いトンネルを作って集団生活するため、地表の気温に左右されず、体温調整に必要な体毛を退化させたのよ。むしろいろいろむき出しで、無敵とはほど遠く見えるんだけど。でも、見た目から想像できないようなとんでもない能力を3つ持っているわ。まず1つ目は、がん耐性。初っ端からとんでもなかった。裸デバネズミは、がんに対する高い耐性能力を持っていることが確認されていて、過去にがんを持っている例が一度も発見されていないのよ。不思議に思った研究者が発がん性物質を注射してみたところ、全く症状の進行が見られなかったわ。研究者さらっととんでもないことを。そして2つ目は、老化耐性。人間に限らず生き物は、年を取れば身体能力も内臓機能も低下していく。生きている限り老いには逆らえないのが常識なんだけど、彼らはたった6ヶ月で大人になり、その段階になると死亡率はずっと一定のままになる。つまり、ずっと元気に生きていて寿命を迎えた瞬間ぽっくり死んでしまうのよ。太く長く生きられる人生で羨ましい。最後の3つ目は、無酸素耐性。裸デバネズミは呼吸しなくても長い間生きられるのよ。え？なんと、酸素がなくても18分間耐えたというデータがあるわ。人間がそんな長い時間息を止めたら脳に酸素が行かず、深刻なダメージが残る場合があるけど、その理由は、2つ目の老化耐性にもつながる代謝をコントロールできる能力で、無酸素状態になると極度に心拍数を減らして生命維持に必要な組織にエネルギーを送り込む。不細工な見た目だけど、あらゆる耐性能力を兼ね備えた無敵の生き物なのよ。見た目でバカにしてなんかすみません。次に紹介するのは、精神的に無敵な生き物、ダーテルよ。スカンクそっくりだけど違うの？スカンクの毛並みにそっくりだけど全く別の生き物よ。ラーテルは、イタチ科ラーテル属に分類される。体長は55から77センチ、体重は9から16キロの生き物で、アフガニスタン、インド、南アフリカ共和国などの熱帯地域に生息しているわ。彼らが生息しているアフリカ大陸には、ライオンやヒョウなど危険な肉食獣が生息する場所。中型犬ぐらいの大きさのラーテルが生きていくには、とても過酷な土地ね。ライオンとか2倍以上大きいよね。でも彼らは臆することなく、そんな肉食獣に食ってかかれた不害で、襲われそうになると、逃げるどころか、鋭利な爪で反撃に打って出るわ。絶対危ないでしょ。大型動物に全くひるまず立ち向かうという行動は、野生動物にはありえないもの。赤ん坊を守る時など、よほどの理由がなければ安全最優先で逃げるのが賢明だけど、ラーテルの背中の皮膚はゴムのように弾力性が高く、攻撃を受け流すため、ライオンの牙や山嵐の針でも体をひっくり返されない限りノーダメージなのよ。どう猛なだけじゃなくて守りも完璧だった。恐怖を感じない性格なのか、毒蛇を捕食することもあるみたいね。もしかして毒が平気だったりするの？いや、噛まれたら普通に毒に侵されるわ。気持ち悪すぎない？他にも、危険を感じると肛門近くの臭腺から激臭のガスを噴射することも可能で、このガスを顔面に受けた人によると、攻撃を受けて1週間は涙と吐き気が止まらなかったそうよ。
ガーテルは過去動画でも紹介しているから、気になった人はぜひチェックしてみてね。次に紹介するのはタフで無敵な生き物、クマムシよ。無敵といえばクマムシだよね。クマムシは、カンポ動物と呼ばれる体長1ミリ程度の小さな生き物なんだけど、その小ささに見合わず、現存する生き物で一番と言っても過言ではない地球最強生物なのよ。彼らは、熱帯から極寒、深海から高山まであらゆる場所に生息しており、マイナス250度から100度の高温にも耐えるだけでなく、真空や高放射線、7万5千気圧、体の 85% の水分を 3% まで減らしても生きられるとんでも生物なのよ。とんでもなさすぎる。その秘密は乾眠と呼ばれる、代謝を止めた特殊な休眠状態に移行することで、この状態になったクマムシはまさに無敵。どんな環境においても水を与えれば復活するわ。その無敵さから、いろんな実験に使われていて、宇宙に飛ばされたり、銃で発射されたりしているわね。詳しくは過去動画でも解説しているから、ぜひそちらを見てね。無敵になるのも考えものだな。次に紹介するのは死なない無敵な生き物、ネムリユスリカよ。名前的に蚊の一種なのかな。ネムリユスリカは、ユスリカ科に分類される蚊に近い昆虫の一種ね。ユスリカといえば、川や池の近くの空中で、虫がブンブン飛んでいる集団を見たことあるでしょ。あれは蚊柱と呼ばれる、ユスリカのオスとメスの交尾集団なのよ。あれってユスリカって虫だったんだ。でも、ただの虫が、死なない無敵な生き物ってどういうこと？彼らは、アフリカの半乾燥地帯に生息している生き物なんだけど、この場所は赤道に近く、一年中高温で、雨季と乾季がはっきり分かれた過酷な地域。寒気になると、8ヶ月もの間、全く雨が降らないこともあるのよ。ひょえー、喉が渇いてカラカラになりそう。生き物にとって水分は必要不可欠だし、ユスリカの幼虫はボウフラのような水生昆虫。水がなければ喉が渇くどころか、カラカラに干上がって死んでしまうわ。こんなの絶対生きられないじゃん。ところがどっこい、彼らは、クマムシと同じく体の水分を極度に落として休む乾眠状態に入り、雨が降ってくると、幼虫は短時間で水分を吸収し、元の姿に蘇生するのよ。つまり、アフリカの乾燥地帯でも生きるために無敵の能力を身につけたわけね。ってことは、この虫もクマムシ並みに最強？そうね、乾燥状態のネムリユスリカは、17年後に水に入れて蘇生した記録があり、マイナス270度で5分間、103度で1分間生存できただけでなく、7000グレーの放射線、100% のエタノールに浸しても復活した最強生物の一匹なのよね。次に紹介するのは再生する無敵な生き物、プラナリアよ。プラナリアは、変形動物門ウズムシ項に分類される生き物で、体長は2から3センチほど。こんな小さなナメクジみたいな見た目をしているけど、再生能力で右に出るものはいないわ。再生するってどうなるの？真っ二つにしたら2体に分裂するのよ。なんですと？プラナリアは、日本中の流れの穏やかな川や石の裏など、どこにでもいるような生き物だけど、その再生能力は凄まじく、多くのアクアリウム愛好家に恐れられているわ。ある実験では、頭に3つ切り込みを入れたところ、頭が3つに分裂した記録もあり、実験で体を100分割されたプラナリアはその後、100体に分裂したとも言われているわ。ひょえー、普通切られたら血とか出てきて死んじゃうんじゃないの？ところが、どこからどのように切っても、完全に体を再生することが分かっていて、横半分に、頭と尻尾に分割したら、頭だけのプラナリアは尻尾を、尻尾だけのプラナリアは頭を再生するし、横半分に切ってもそれは同様。彼らの再生メカニズムを研究したところ、全能性幹細胞と呼ばれる、細胞一つで自己修復できるという無敵の能力を持っていることが判明したわ。具体的に、どれぐらいすごいものなの？例えば人間の場合、事故で手や足がちょん切れてもそこから再生することはないでしょ？想像するとちょっとキモい。しかしプラナリアの場合、どこからどう切られても全て再生できる自己修復機能を兼ね備えていて、その上、分裂した個体は、元の個体の記憶を引き継いでいると言われているわ。こんな無敵な生き物、地球を支配していてもおかしくないのでは？再生能力という点で無敵ではあるものの、不死身ではなく、物理的に潰されるのには弱く、満腹状態で切られると自身の消化液で死んでしまうから、完全無欠、というわけではないのが少し残念ね。次に紹介するのは、長命の無敵な生き物、ロブスターよ。ロブスターは、別名オマールエビとも呼ばれる巨大なエビの一種で、体長は50センチと非常に大きく、
獰猛な性格をしているから水揚げされてすぐにハサミを固定されるわ。ハサミがめっちゃ強くて無敵ってことじゃないの？ロブスターのハサミは貝ガラスが砕くパワーを持っているんだけど、彼らが本当にすごいのはその寿命の長さ。生き物は染色体の両端にテロメアと呼ばれるキャップのようなものがあり、細胞分裂のたびにここが短くなっていくことで老化が進み寿命に近づくと言われているけど、テロメラーゼと呼ばれる合成酵素の働きが活性化しているとテロメアが伸びて老化の抑制につながると言われているわ。ロブスターはこのテロメラーゼの働きが特に活発で老化知らずなのよ。ってことは無限に寿命を伸ばし放題？彼らは脱皮を繰り返して成長するんだけど、これも長寿の秘訣であり、他の甲殻類と違って脱皮するときに殻だけでなく内臓もほぼ全て新しいものにリフレッシュ、老化の影響をほぼ受けず全身の細胞がテロメラーゼで修復されて成長するから、理論上寿命がない生き物とも言われているわ。理論上ってことは、この理論が正しければ海底にはうようよ巨大で長寿なロブスターがいるはずだけど、過去に発見された最年長のロブスターは推定140歳の個体。彼らは内臓ごと脱皮してリフレッシュするという無敵の成長サイクルを獲得した結果、脱皮が途中で失敗する脱皮不全で死んでしまったり、時間がかかる無防備な脱皮の最中に外敵に襲われて死亡するリスクが上がってしまったわ。本末転倒すぎる。次に紹介する無敵な生き物はミステリークレイフィッシュよ。ミステリーなお魚さんかと思ったら普通のザリガニじゃん。写真間違えたの？いいえ、クレイフィッシュはザリガニを意味する英語だからこの写真で合ってるわよ。ミステリークレイフィッシュはアメリカ原産のスローザリガニと近縁なザリガニなんだけど、彼らはルーツが曖昧で1995年にドイツで取引されたのが最初と言われ、1996年にアフリカザリガニという名称で日本にやってきて、2001年5月頃にザリガニ愛好家の間で広く知られるようになったわ。別に普通のザリガニにしか見えないけどな。そういえばアメリカザリガニとかも日本中で増えてるって問題になってたけど、そういう意味で繁殖力がすごくて無敵ってことなのかな？あら、なかなか鋭いわね、タヌキさん。なんでったってこのザリガニは一匹だけで増殖するのよ。え、キツネさん、生き物ってオスとメスがいないと増えないんだよ。まあ、大体の生き物はオスとメスが必要な有性生殖の性質を持ってるわね。でも、ミステリークレイフィッシュはエビやカニなどの甲殻類の中では超珍しい。異性を必要としない一匹で繁殖できる単位生殖するザリガニなのよ。何それ、チート能力じゃん。タヌキさんも言った通り、ザリガニ類は雑食でたくましく繁殖力も強いため、2020年、外来ザリガニ類はミステリークレイフィッシュを含め全て特定外来生物に指定されたわ。特定外来生物に指定されると新たに飼育したり駆除する必要が出てくるけど、指定前からペットとして飼育していた人たちは自治体に届け出をすればオスとメスを離し繁殖させない約束で飼育を継続することができるんだけど、一匹で増える場合はどうすれば？単位生殖するミステリークレイフィッシュは常に様子を見て卵を産んだらすぐに除去すること。飼育している人は彼らの能力に戦々恐々しているでしょうね。次に紹介するのは不死身で無敵な生き物、海綿動物よ。海綿動物は熱帯の海に幅広く生息する様々な形状をした海の生き物たちで、多細胞生物でありながら細胞の間は隙間が空いていて体の構造も謎が多く、網目状の海綿質繊維からできた骨格は柔らかく天然のスポンジとして利用されることもあるわ。海綿動物さん、こんな姿に。普段は表面の小さな穴から海水を取り込みプランクトンをろ過して成長しているものの、特に動くわけでも獲物を捕食するための武器を持っているわけでもないわ。これで不死身ってどういうことなの？海綿動物の中でも不死身と言われるのはガラス海綿類で、過去に紹介した海楼洞穴もガラス製の体を持った不思議なガラス海綿類。これまでの推定記録では2万3000歳の個体が見つかっているんだけど、正確な年齢どころかそもそも寿命が存在しているかが明らかになっておらず、生きられる環境さえあれば不死身ではないかと主張する専門家もいるそうよ。2万3000歳って生まれた時何時代？2万3000年前は地球最後の氷河期を迎え、人間たちは旧石器時代を謳歌していた頃ね。次に紹介するのは不老不死の無敵な生き物、ベニクラゲよ。
お、なんだか幻想的で綺麗。ベニクラゲは体長4から10ミリ程度の小さなクラゲで、日本にも仲間が3種類生息していて、ベル状の傘を持ち、体の中心に見える赤いものは胃袋なのよ。さっきはロブスターが寿命のない若返りのできる生き物だと紹介したけど、このベニクラゲもまた別の方法で不老不死の能力を手に入れた無敵なクラゲなのよ。不老不死の秘密僕も知りたいぞ。ベニクラゲの不老不死の秘密を知る前に、まずクラゲの一生について知っておく必要があるわ。クラゲは受精卵からプラヌラという赤ちゃんになり、ポリプと呼ばれる幼体に成長し、ストロピラ、エフィラという過程を経て、みんなが知っている大人クラゲへと成長する。普通のクラゲは子孫を残した後に死んでしまうんだけど、ベニクラゲの仲間は大人になった後、いつでもポリプに転生できるのよ。転生したらクラゲだったけん。つまり彼らは人間が喉から手が出るほど欲しいような若返りのシステムを手に入れ、環境さえ整っていれば永遠に若返り続けることができるのよね。これってロブスターみたいに脱皮に失敗しないならマジで永遠の命なのでは？そうね。ベニクラゲのシステムは完璧で失敗することはないんだけど。ふわふわーん。僕はベニクラゲだよ、ふわふわーん。あ、美味しそうなクラゲがいるぞ。あ。まあ何事にも終わりはあるよね。最後に紹介するのは、永遠を手に入れた無敵な生き物、ヒドラよ。ヒドラってあの、ドラクエに出てくる？それはギリシャ神話の怪物、ヒュドラーをモデルにしたモンスターね。ヒドラは、四方動物門ヒドロ中高に分類される、クラゲに近い体長1センチほどの海の生き物。その見た目は、イソギンチャクやクラゲのポリプに似て、6から8本の触手が生えており、クラゲと同じように、触手に四方と呼ばれる毒針を持っており、ミジンコなどを麻痺させて食べているわ。これで永遠を手に入れたって、どういうこと？ヒドラはこんな見た目で、無限に細胞を入れ替える特殊能力を持っているのよ。無限に細胞を入れ替える？例えば人間の場合、皮膚を構成している細胞が寿命を迎えると赤として剥がれ落ち、その下から失われた細胞を補充する能力を持った細胞が皮膚となる細胞を新たに生成するわ。そんな能力を持った細胞のことを幹細胞と呼んで、皮膚、血液など私たちの体を作っている細胞を自己複製してくれるんだけど、この幹細胞は通常老化とともに失われていき、全身の機能が低下していくわ。幹細胞はなくてはならない細胞ってことなんだね。2016年、アメリカのアカデミー誌でヒドラについて発表された論文によると、彼らは体のほとんどが幹細胞でできていて、絶えず分裂を繰り返していることが分かったわ。これはつまり、細胞レベルで常に体全体を新しくし続けることで、永遠の命を手に入れたということ。研究者は、ヒドラの老化プロセスについてデータを取り続けたものの、4年経っても死なないどころか、全く老化すらしていないことを突き止めたわ。細胞ごと全部入れ替え続けるとか、予想の斜め上すぎる。無敵というのは、本当に奥が深いものね。ここまで、いろんな無敵生物を紹介してきたけど、何かヒントは得られたかしら？それじゃあ、無敵の生き物に変化して、いろんな能力を学ぼうかな。タフガイのターテルか、不老不死のタヌクラゲか、どれに変化しようか、こんな気持ち悪い珍生物、戦う以前に誰も近づいてこないから無敵でしょうね。